안녕하세요. 저는 KBS 심포니 오케스트라 튜바 담원입니다. Welcome to KBS 심포니 오케스트라 유튜브 채널. Nice to meet you. Matthew. 어디 있어요, Matthew? 괜찮아요. Today's MC is me because today's guest is Super Chelsea from Japan. どうもこんにちは。こんにちは。ようこそ韓国へ。KBS 交響楽団と、まあ、これからリハーサルが始まるんですけど、はい、なんか心境とかどんな感じですか？そうですね、マエストロリーとも KBS 交響楽団ともどちらとも本当に 初共演なので、すごい楽しみで、コンサートすごい楽しみです。僕も楽しみですね。僕はチューバなんですけれども、やっぱチューバがある曲はルトスワフスキー1曲なんですけど、はい、あれすごい曲ですね。そうですね。あれすごいですね。1回の演奏会でこう、はい、コンチェルト2曲弾くわけなんですけれども、はい、大変じゃないですか、こう2曲もやるっていうのは。いや、大変というよりはもう本当に楽しみです、で、なかなか 今までにこう、大好きな曲2曲もコンチェルトで演奏させていただけるっていう経験がないの で、 あ、そうですか。初めてなので、すごい特別な経験になりますし、すごい贅沢で、この機会にすごい感謝しながら、ベストを尽くしたいと思います。そうですか。いや、僕もこう上野さんこう KBS に来られるって聞いた時はすごくびっくりして、僕なんかもやっぱ去年 そのジュネーブのコンクール、僕もやっぱりその動画で視聴していたので。本当ですか。うわ、すごいなって思っていて。まずどうですか、韓国は。そうですね、初めて来たのが13歳の時に、13歳、スウォンで開かれた若い音楽家のためのチャイコフスキーコンクールというのがあるんですけども、はい、それで、優勝させていただいて、でそれ以来プサンでの音楽フェスティバルというか、そういうのにも来たことがあって、やっぱり来るたびに韓国の方々皆様すごい温かくて親切でいいなと思っていたんで、いいですよね、はい、今おいくつなんですかね。今はもう26になります。26、すごい若い。すごいな。どうですかね、そのコンクール終えてのなんかこう感想みたいのってありますか？なんかすごくちょっと今更感ありますけど。いやいや、いやもう25歳って言うとなんかそんな若くないような気がするんですけど。そんなことないですよ。でも僕としては本当に遅すぎず早すぎずのちょうどいい節目の年に優勝できたのはすごいラッキーだったし、すごい嬉しかったです。ドイツで今勉強しているピーター・ウィスペレー先生といろいろ相談し合って、なかなか弾かれない曲とかも選んでいたので、ちょっとリスキーかなとは思ってたんですけども、でも逆にこうオリジナリティというか、そういったことを評価してもらえたのかなと思って、すごい嬉しかったです。素晴らしいですね。すごいな、本当ルトスワフスキーのこうなった感じではない感じでこうなってて、あれクレジットは実は先生にあるんですけども。そうなんだ。っていうのは楽譜にこう、最初のデーの音のリピートっていうのは無関心、インディフェレンテって書いてあって、でそれをどうやるかっていうので先生のアイデアだったんですけど、なんかやることによってこう聴衆の皆さんが何やってんだってなって、そうすることによってそのデーに関心がいかなくなるっていう、すごい、まあ、深読みというか。それすごいな。いや、かっこいい。でその演奏会がこう行われるわけなんですけれども。そうですね、まあ、さっきも言ったように全く、ていうか全然違うタイプの、違いますよね、はい、2曲なんですけれども、ハイドンは割とこう長い付き合いというか、で僕がスペインにいる頃に、その幼い時にスペインにいたと、はい、曲は本当にこう喜びに満ちていて、ハイドンらしいチャーミングな感じだとか、あと感情楽章はもうすごい天国にいるような幸せな感じだとか、フィナーレはもう文字通りアレグロモルトで、エネルギッシュでワクワクするようなすごい魅力的な曲だと思います。いいですよね、本当にもうチューバのソロのレパートリーというのはほとんどないんですよね。古典派も何もなくて、だいたい最初に書かれたのはもう20世紀入ってからなので、やっぱりハイドンみたいなそういうコンチェルトを聴くともう本当に素晴らしい曲だなっていうのと、羨ましいなっていう、そういうのがやっぱありますね。そうですね、はい、その点じゃルトスワフスキーはどうですかね。ルトスワフスキーはそうですね、さっきおっしゃったようにジュネーブのファイナルでも弾かせていただいてた曲なんですけれども、曲としてはルトスワフスキー自身が結構政治的に苦労した人間で、はい、確か父親とおじを
叔父が政府によってこう不当に投獄されてしまったような経験を持っていて、うん、でそういったこととかが曲にも反映されてるのかなと思っていて、うん、こうソリストとオーケストラが共に作り上げていく音楽というよりは対峙して、うん、こう政府がどちらかというとこうオーケーの役、うん、オーケーが政府の役をやっていて、うん、ですごい威圧的でこう攻撃的なキャラクターに対してそれをこう戦っていくソリストがいるっていうのが、うん、特徴かなと思います、はあ、すごいですね。確かにそうですね。普通のいわゆるオーソドックスなコンチェルトとは違ってなんていうかもうあれですよね、こうもうソリストからぶつかってきてでもうオーケストラからぶつかってきてでそれで生まれたものがどうなるかみたいな感じなので、うん、練習の時に大切にしていることとかってなんか上手くなる方法みたいのがあれば僕は知りたいですけどもまあそうですよね、僕も知りたいですね。いや時間って考えて1日フリーな時間があって、うん、その考える時間っていうのはまあどのくらいっていうのはあんま数えてないので分かんないですけど、うん、でも曲チェロ楽器を触ってる時間としては、うん、例えばコンクール前の、うん、もうすごい集中モードの時ですと、うん、まあ8時間とか、うん、まあもちろんコンクールとか終わると全然そんなやらないんですけども。へー、何なんでしょうね、チェロの人はじゃあ8時間練習するとどこが疲れるのかな。例えば僕なんかチューバって大きい楽器使ってるから、はい、もう8時間も持ってたら死んじゃうから、だからあとはこう押してる指がこう疲れてきたりとか、やっぱ息を使うから息が切れたりとか、うん、チェロの人たちってこう練習して疲れるときどこに行くんですか。やっぱ腕に来たりするんですか。そう、僕まず一番初めに来るのが多分右の指ら辺が、うん、使い方が悪いのかもしれないですけど、でもそこら辺がだんだんちょっとしびれるというか痛くなってきて、うん、はあ、8時間もしびれるなぁまあ、僕もそういう8時間とやりたいという気持ちはありますね、気持ちはじゃあそんなこんなでこれからねリハーサルが始まりますけれど、はいはい、よろしくお願いします、はい、どうぞ。もう俺もちゃんと吹けるかどうかですけど、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。 YouTube チャンネル KBS 交響楽団の、チャンネルに、ぜひサブスクライブしてください。完璧